とこそちょっとうまく自分の中では言ったんだけど、いやーそうですね、面白かった。うん、2部のみ参戦だったけど姫田のトークで笑いまくった。嬉しい、よかった。わーめちゃめちゃ緊張した。うん、急な仕事でイベント行けなかった。マジ。なんかね、あの抽選でねポストカードにサインしますっていうのがあったんですけど、あの欠席者ばかりに当たるっていう、当たってたかもね、悲しい。メイクってすごいね。そうなの。なんかね、今日担当してくださったメイクの方が、あの連載担当してくださったヘアメイクさんじゃなかったんだけど、めちゃくちゃ有名なヘアメイクアップアーティストの方でした。はちゃめちゃに有名な方でした。やばい、マジで光栄すぎた。もう著名人めちゃめちゃ担当しているメイクアップアーティストの方で、やばい、本当にやばい。多分気合い入れて呼んでくださったのかな、東京から。やばかった。2部に参加した後輩が楽しかったって言ってた。あ、よかった。後輩、あ、24歳の人かな、あれ合ってますか、ね、いやありがとうございます。はー楽しかった。またできる。あともう3部できる。お願いやらせて。お願い、今やりたい。今このもう温まってるから今ね。お願い。うん、メイク、そう、本当にめちゃめちゃ有名な方にやっていただけて落とせない、本当に。またね、あの会えるように頑張りますって約束しといたので、約束しちゃったので。頑張ります、頑張らせてくれ。もう本当に24歳の後輩です。あー、あの人か、ありがとうございました。うん、覚えてます、嬉しい、よかった、面白がってもらえた。いやー面白かった。もう3部できる。うん、エスカワイさんの力の入れ具合が感じられて嬉しかった。本当に本当にすごい、エスカワイさん。もうね、握手券届いた。あ、なくすなよ、ありがとうございます。1月はツーショット会か。うん、ありがとう、ね、それまで大事に取っといて。あと2ヶ月だから。危ない、2ヶ月の間に紛失あるあるだから。握手券ね、メイクのお直ししてもらってるとこ見えてなんかよかった。ね、メイク直しもう優しかったな、みんな本当に。わあ、お疲れ様でした。来てくださった皆さん、そしてあの来たかった皆さん、ありがとうございました。ねえ、泣いた本当に。姫たん推しの人とお茶した。ああ、よかった、嬉しい。なんかみんな仲良くなってる。え。混ぜてよ、何に勝手に仲良くなってんの。いいな、楽しんでもらえた。飲み会終わりました。お、いいね、早い、いいね、早く寝よう。じゃあエスカワのアクスタ見れました。そう、今まだサンプルの段階のアクスタもね、ちょっと飾ってて、うん、関東でも写メやってね。ーそれな、愛知じゃないと。愛知ぜひ、名古屋面白いから、遠征ついでに、なんか旅行ついでにぜひ遊びに来てくれるといいな。1月私の誕生日2日後なんですけど、
あ、みんな続々とお家に戻ってるね。お疲れ様。お帰りなさい。うん。会場って空港の近くだよね。うん。あれだよね、ツーショット会。そうです。愛知スカイエキスポ。そうそう。うわね、来れなかった人、そう、今日ね、ひめたん推しで来れなかった人いっぱい知ってるから、ね、残念だけど、そうなのよ、飛び入り参加もう無理か。うん、でもね、またあれですね、こういうイベントができるんだぞっていうことは示せられたのかな。ね、皆さんのおかげです。ありがとうございます。本当に。今日寒かったね。半袖の人結構いて、私はびっくりしたよ。ありがとうございました。本当にすごいよね。あ、そうだね、コメントである通り、あの当たってない部で質問読まれていることも多々ありそう、一部にいた人の質問が二部で言われたり、まあ、それはしゃあない。それはね、ちょっと難かったですね。ね、帰り道ツーショット追加ポチポチしたありがとうございます。ツーショット会ね、あの残り少なくなってるから、ぜひです、お写真撮りましょう。ありがとうございました。うん、はあ、でまたイベントできたらいいな。え、本当にありがとうございます。どうしよう土曜日のこんなさ、いい時間帯をいただいちゃってどうしよう。なんか今日の出来事を上手にもう広めたいんだけどね、まあ、それは動画ね、また撮ってきたんですよ、合間合間で、合間合間と、あとお渡し会中とかマネージャーさんにね、お願いしてもらって、いろいろ動画の素材撮ってきたんですけど、なんか良すぎてこれちょっとなんか劇場でやりたいいやー、300人の壁は厚いけど、なんか全然なんか当日券ありとか、なんかそんな夢が広がっちゃった。今日すごい楽しすぎて夢広がった。ありがとう。免疫からすぐのとこだったからありがたかったね。免疫のもうなんか真ん前みたいな。いやいや、今日会ったのにもう会いたくなってきた。それな、つらい。だからあの3部できるって一部と二部やったけど三部もやるって、お願い連載再開しないかな。ねえ、本当にいつかあるであろう次の機会にきっと参加します。うん、よろしく、絶対来てね、その時は。うん、超久しぶりでしたね。楽しかった。うん、動画楽しみにしてます。ちょっとね、あのマネージャーさんから素材またいただいたら作り始めます。ねえ、いや今日のイベントちょっと良すぎたよねあと時間が多分ね、一部50分だったんですけど、あ、そうだよね、多分、あれ、うん、そうなはず。でお見送りで結構一人一人に時間を取っていただいたので、お見送りで20分ぐらいだったんですけど、そうで、あの50分計算で、いや
良すぎたねえ、お願い、また行きたい、お願い。4日の公演で惚れました、ありがとう、また会いましょうねえ、おいでね、また握手会の日早来て、それな、3時間ぐらい時間欲しかった。いやー3時間ちょっと持たないかもごめん、3時間はちょっと一人じゃ、まあ、MC、 あ、そう、 MC の方もね、あの今時間インフォス、そのエスカワイーさんの編集部の普段あのパソコン作業をされている普通の方で、 MC やったの初めてでしたっておっしゃってて、いやそれにしてはすごくやりやすかったですってありがとうございました、すいませんって、いやすごくない、見てた方ね、うん、話回してくださってしっかりとね、え、モデルメイク姫たん、いつもと雰囲気違って緊張しちゃったね、全然違うでしょ、ガラッと本当に工程とか全然違くって、使ってるものも全然違うし、なんかすごい勉強になる毎回毎回。メイク濃いめいい、本当森体制ある、私ね、お見送り長かったよね、そうで、モデルメイクの私直接見たのファンの人たち初めてだと思うからさ、いや、そのモデルメイクは握手会で見られるの、どうでしょうか、私が技を盗めたかどうかどうでしょうかね、MC の方上手だったよね。お見送りで皆さんが姫たんに夢中になる気持ちが分かりました嬉しいね、あの多分ね、撮っていただいたのが15秒だったのね、これ握手会2枚分だよね、どうなんだろう計算、すごいよね本当に。うん、今日のお洋服もう一度見たいあれ衣装だからな、ごめんね、えあれ可愛かったよね、うんうんうん、あ、めっちゃ練習してた MC のお姉さん、あーそうでしたか、また会えるといいな、そっか、ありがたいな。公園でモデルメイクありますかあ、モデルメイクありですか、え、したいよ、できるもんならちょ頑張るわ、メイク今日はね、スモーキーメイクみたいなやっていただきました、もうギャンギャンでってサイン嬉しかったね、そう、10名様にサイン書かせていただきました、売るなよ名前ちゃんと書いといたからないと思うけどハンチング帽似合ってたねえ、ハンチング帽そう可愛かった、流行ってるんよ、そうね、またこうああいう衣装着るの大好きだからさ、またやりたいな、うん、ギャルい今日ギャルい、確かに可愛いかも、ギャル、ギャルタン、あーよかった、好評で嬉しい、よかった、すんません、ほんと贅沢でした、うん、もう本当にあの今日来てないみんなごめん、あのね私本当に余韻すごすぎて、もうこれしか喋れん、もう本当よかった、確かに喋れん、ごめんごめんね、今日来てないみんなね、来たみんなならあれだけど、すいません、もう本当に楽しすぎて、だから絶対次もまた
できたらいいなって思うし、一部緊張してたとか聞いた、うん、一部はすごかった、二部はもう無双してた気がする、一部やばかった、いやでも頑張ったもん一部も一部なりに精一杯頑張りましたが、いやあ緊張したな ありがとうございました、うん、わあ、うん、足引きずって行った甲斐あったよね、ああお大事に、また会いましょうね、うん、なかなかなんか会わない人たちと会えてよかったな、嬉しい、ていうか普通に姫たん推しじゃない皆さんも遊びに来てくれててありがたかったね、うん、握手会でまた会えますようにって言っといた、会えるかな、余韻だけでも楽しませていただきますすんません楽しかった、泣いて登場するかと思ってた、え本当に泣くかと思ったけど我慢した、うん、え本当に泣くかと思ったけど、あのせっかくもうガチゴチに有名なプロ中のプロのメイクアップアーティストの方に仕上げていただいたから絶対に崩さないもんねって言ってグッてこらえたけど、いやー楽しかった、お洋服もね一部と二部も可愛かったでしょう、どうしよう、もう本当に皆さん、これをこの配信見てる皆さん、よかったら、あ全然話飛ぶんですけど、これ見てる皆さん、え絶対さ1月のさツーショット会来てお願い、あのさ未定のやつでさ、なんか今日着た衣装着たいけどどうでしょう、えそれかベイスターズのユニフォーム着たいって考えてるんだけどまあ未定は未定のままなんだけど、えねツーショット会来て話そうや、今日の仕上がり最高だね、え本当嬉しい、可愛いよねスモーキー、ツーショット行きます、待ってますねえ、あそうだそうだ、これもまた、おなんだこれ、テントウムシねえあのさ生誕 T シャツも今予約開始されてるよね、えそうなの、来てね来て来てねね、セタン T シャツ予約完了してます、ナイス、また告知します、次会える予定がツーショット会、うわーん早く待ってる、ねえツーショット会ってさ部数の設定は3,4,5,7,9 か、3,4,5,7,9、うひーなんだけど、着替えられるかわからんからちょっと断言できないんだけど、なんか今日の衣装着たいよねとか思っちゃったり、ラジバンダリ予約した、ナイスすぎ、ありがとうねえ、ああみんなめっちゃ頼んでくれてた、すいません告知遅くって、すいませんありがとうございますさすがです、うん、そんなみんなが大好きです言わなくても予約完了してるみんなすごすぎるすいませんありがとう、めっちゃ可愛くない、えでねトートバッグもさちょっとシンプルすぎるかなって思うんだけど、
あの缶バッジをねつけてほしいの。缶バッジでねデコってほしくって、あのクリーム今年の生誕祭、まあ来年のっていうのかな、来年の生誕祭のテーマがクリームソーダなんですけど、であのちょっとクリームソーダカラーでアイスとなんかクリームソーダの中身がプカプカ浮いてるみたいなデザインの T シャツと、あとトートバッグがもう黒地の本当になんかネオン感っぽいシンプルなデザインのクリームソーダなんですけど、クリームソーダのトートバッグね、トートバッグがクリームソーダのグラスの中に缶バッジをやってほしいなっていう願いを込めたデザインで、そうだな、生誕くじきっとあると思うんですけど、まだ知らないんだけど、生誕くじでなんかさくるみ缶バッジみたいな、くるみ缶っていうんだっけ、なんか本当にちっちゃいサイズの缶バッジがあるの知ってるかな、それくらいのサイズ感の缶バッジ出したいなと思ってて、それあのランダムのパーセンテージ大きいやつで、そうそうそう、それを引いてもらって生誕バッグのクリームソーダのグラスの中に埋めてほしいなっていう、そうど真ん中に針刺せって話ですな、そうそういう話ですな、うん、大須のジェラシーでクリームソーダ飲みました、あ喫茶店いいね、トートバッグ水色はなかったのね、そうなの、今年からねなんか2種類しか選べなくって、黒、今年のが私の顔写真が入ってるあれかな、姫たんの王冠グッズって勝手に言ったあのトートバッグ、あれがクリーム色アイボリーだったから、来年はまあ落ち着いた黒のやつにしました、ヒヒヒ。デザインが良くて推しじゃないのに買おうかって迷ってる人いた、それ見たかも、買ってくれたかな、決めた推しになっちゃえ、そんな。次の生誕ティーも普段着で着やすい、本当に着てくれる、なんか可愛すぎるかなって思ったけど、でもそうだよね、なんか超良くないデザイン、予約してくれたみんなありがとうございます、めちゃめちゃ可愛くない、たまごっちじゃないんだデザイン、半券半券、あっかんあっかんたまごっちあかんよ。でもねドット絵とかも考えてた、それは今年のやつかな、うん、ドット絵もいいなって思ってたけどね、デザイン可愛くない、絶対買ってね、うん、使ってほしい。で生誕くじ、あのちっこい缶バッジ用意できるように、なんかあのグラスの中にポコポコポコっていっぱいつけれるようなものにしたいなって、そうずっとうっすら考えてたんだけど、それできるように頑張るので、楽しみにしててね。そうあの生誕 T シャツは1月の土曜日の3部ですね、よかったらお揃いできたらなって思います、ヒヒヒ。なるほど、針を刺すようと刺さないようでバッグが2ついるな嘘でしょ、あれあのバッグって缶バッジをつけて完成だと思ったんだけど、それ用でも購入していただけるの、ぜひね、いろいろカスタムで楽しんでほしいなって思います私もね普通に欲しいんよ、今日メイクめちゃくちゃ可愛い、ありがとう、プロのメイクさんにやってもらいました、デザインいいから買うか検討中やった、いやちょっとさ、こういうさ私はね考えてるんです、皆さんこういうね生誕グッズとかのなんか言っちゃあれですけど、なんか売り上げでもうなんか私ね夢があるんですけど、
全体コンサートのデザイン、グッズデザインをやりたいんですよ。で、そういうのを任せてもらえる指標の一つとして、アラノヒメカが手掛けたグッズデザイン、なんか売れ行きいいぞみたいなのをなんか示されせたら、それはすごくいいのかなって思ってて、そうだからよかったら多くの方に手に取っていただけたらというそういう野望も密かにあるので、よかったらね、悩んでたら買うべしよろしくお願いしますね。うんうんうん、缶バッジとか、え、ちょっとさ、今のうちに聞いておくんだけど、缶バッジは絶対作るのね、来年の生誕くじ。あと何が欲しい？あの、今年の生誕くじでやった絵付け皿がすごい喜んでもらえたから、それは来年もやりたいなって思ってる。うん、コンサートグッズもデザイン可愛いとオタクは買う説ねえ、だから可愛いデザイン考えるのも好きだからさ、でねえ、デザインするの好きでやりたいなって思っているので、うん、生誕グッズなんか別に推しじゃないけど、なんか可愛いし欲しいなって思っていただけてるんだったら、ぜひゲットしていただきたいなって思います。うん、食器は欲しいでしょ。食器ね、すごい好評だったから、生誕くじね。今日は本当にお疲れ様でした、ありがとう。ね、生誕くじ何欲しい？考えといて。クリアファイル、のえー、クリアファイルね、へえ。ふん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 、いいね。うんうん、お仕事で使う人も多いか。あ、目覚まし時計ね、目覚まし時計今年やったね、すごい喜んでいただけたと思う。うん、はずみさきの未公開新集、はずみさき動画ちょっと容量多すぎて全部消しちゃったよ。うん、私の推しって何でもできちゃうから最高だけど、私が何もできてないそんなこと言うなよ。ねえ、私だってできないことありますよ、いっぱい。ねえ、ステッカーはいろいろ使えて好きです。ああ、なるほどね。うんうん、っていうか会いに来れる時に会いに来てもらえたら、それが一番幸せなので、だからツーショット会来てよろしく。自転車グッズで予算的にいいのなんかないかな。なんだろう。あ、みんな、いっぱいありがとう、めっちゃいいやん、みんな。な、傘チャーム、あー、目印チャームね、うん、今流行ってるよ。うんうん、確かに。マグカップ、おー、あ、クリアファイル、結構、うんうん、あ、傘チャーム、クリアファイル、なんか感触良さそう。私物ヘルメット欲しい、ヘルメット欲しいあげるかよ、あれ結構いいやつなんだぞね、あ、ていうかヘルメットね、企業様からいたものなんだよね。そう、あげないです内緒だよ。うん、あ、お手紙、うんうん、ポーチ、レシピ、うんうんうん、王冠グッズ、あー、クリアファイル、うんうん、 T シャツなんであの色なの。あ、あの色はね、あのクリームソーダ、もうあの体全体がクリームソーダ色っていうのを表現したかったんですよ。そう、
みんなは来年はクリームソーダでビシャビシャっていう設定で、胸んとこにアイスがボチョってなってるそんな感じのデザイン。似顔絵描いてほしい。ああ、うんうん、似顔絵ね。なんかさ、見ながら、実物さ見ながら描きたいからさ、なんか似顔絵描いとかあればいいのに。今日のイベントでちょっと提案しとけばよかったまあ難しかったと思うけど。あ、ポーチ、うんうん、パスケース、ボトル、あ、サコッシュ、やるほどな。当たった人のために考えたレシピとか、なんかそれね、すっごい初期の時にやったわ。そう、紙にね、あなたのためのレシピって好きな食材とか教えてもらって書いたやつあるね。うんうん、めっちゃいいやん。オッケー、ありがとう。うん、考えておきますそっかそっか、いいね。みんなやっぱね、ファンの人に聞くのが一番だよね。オッケー、考えておきます。でもさ、ちょっとクリアファイルいいなって思ってるんですけど、失礼しました。クリアファイルいいなって思ってるんですけど、なんかさ、D とか F とかなんかいっぱい当たる、いっぱい引いてもらったらさ、なんかいっぱい当たるみたいなやつじゃない方がいいのかな。どうなんでしょうね。何本あってもいいか。なんか毎回そう、いっぱい弾いてくださる方ね、たくさんいらっしゃるから、なんかいっぱいあっても困んない系。クリアファイルかさばんないか。にやるほどな。まあまあ考えておきます。まあ、種類いっぱい用意しておけばいいもんね。オッケー、ありがとうございます。うん、私はね、クリアファイルね使わない人だからね。そう、新たな発見だったな。ね、そう、缶バッジとかはさ、そういっぱいつけて可愛いからさ、みんなにはね、板場を作ってほしいんです私はそうだから毎年のように缶バッジは入れてるはずなんですけど、うん、洗濯バサミとかなんぼあってもいいなと思う。おお、洗濯バサミ？むずくない？むずいな。うん、ボトルカバー、あー、ペットボトルカバー、おもろ。ほん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 、あとなんかポーチとかもあったよね。ポーチいけるのかな。印刷とか難しそうだから、私が直接書く形なのかな。まあ、うん、いろんな意見もらえてありがたい。うんうん、透明の名前入りステッカーとクリアファイルはお店開けるほど当たりすぎたやば、お店開こうよじゃあいいじゃん。姫たんに洗濯物押さえてもらう的なデザイン。あー、うわー、おもろいが、洗濯バサミさ、それ外で使う系？外で使うとさ、紫外線でめっちゃ劣化するじゃんね、洗濯バサミ。おもろ。うわー、ワクワクする。こういうの考えるの大好き。
ね。姫たんの顔つきハンガー面白そう。うわ、なんかさ、グッズでいっぱい見たことある。そんな、なんか韓国とかでね、あるよね。うんうんうん。確かにおもろ。顔写真の入ったヘアピンとかねえ、そんなあるんだ。あー、ヘアクリップ、前髪クリップか。ファンの人使わなそうだな今耳かき欲しいです。マジ耳かき、マジ。あー、いや、ちょっとハンガーおもろいかも。うん、ちょっとまた、うん、言っておきますいいね、おもろい、おもろい。わかりました。ロードバイクに貼れる小さいステッカー、あーね、ステッカーも私好きなんだよね。ロードバイクに貼ってくれるの？私嫌なんだけどさ、自分のビアンキちゃんにステッカー貼るのはちょっと気が引けるんだけど、買ってくれる？うん。え、そうそう、あのさ、顔つきのハンガー知ってるかな？こういう、ここにかけるハンガーがあって、顔写真があって、肩のところにもう、あ、もうそのままこうやってお洋服かけて、姫たんが着てるよみたいな感じにできるグッズがね、そうあるんですよね。あるっちゃあるんですそんなんも普通にさ SKE 出したらよくない？絶対欲しくない？みんな面白くない？作るのがめんどくさいのかな。でもそんなんもね、え、めっちゃいいやん。生首ハンガー、そう、生首ハンガーよく見るやつ。へー、姫たん推しが乗ってますと書いたステッカーとかじゃあそれね、車とかに貼れるじゃん。なんかさ、あの初心、これってさよくあるじゃん、赤十字の、いつか問題になってましたけど、赤十字社のぽい模した風のグッズ売っちゃったけどだ NG だったみたいな。でそんなんでさ、あの車の初心者マークとか模したデザインとかってダメ？どうなの？なんか法律でありますよね。そう、子供が乗ってますとかそういうのあるけど、初心者とかそういうのはなしか。まあそのあれだね、オリジナル系にしちゃえばいいのか。もうそのまんまは多分なしだと思うから、うん、ね、パロディとかもおもろいけどうん、いいじゃん。おもろ、みんなに聞いてよかった。ひめたんが SKE 全グッズのデザイン監修したらいいんじゃない？そう、それしたいんですよ、ぜひぜひやらせてくださいなんですけど、多分ね、あの荒野に任せて大丈夫なのかっていうのもわかるし、だからその大丈夫ですぜ、任せてくださいよっていうのを自信持って伝えられるように、なんか生誕グッズとかね、よかったら皆さんゲットしていただけたらと思います。お願いね。あの普通に可愛いと思うから、バッグとかもね、もう超私要素を一切省いたやつだから、みんなにカスタムしてもらう前提でデザインした、もう激シンプルトートバッグなので、うん、普通に使ってください、他のファンの人たちも、うん、ね。この前座談会でグッズダサいって声が上がってたからね。あー、ぜひ任せてください。こうやって、うん、ファンの人からの意見も聞いた方がより良いの作れますわ。うん、
クマ出没注意みたいな感じで、オタ出没注意めっちゃいいやん。それパロディーしたいんだけど、いけるのか。またいろいろ考えますわ。うん、なるほどね、おもろいな。うんうん、ねえ、今度の生誕トートも可愛くするの楽しみねえ。ぜひデコってほしいの、それが狙いなトートバッグになっております。んで、T シャツは普通になんか劇場公演とかで着てて結構目立つ色だと思うから、そう着てほしい。こんな感じかな。ね、いっぱい喋った。いやー、ありがとうございました。いいね、いいね。なんだ、みんないっぱいいい案あるじゃん。ねえ、ぜひ T シャツ着てね。ありがとう。チークかわいい。ありがとう。いいよね。ねえ、みんなに早く会いたいな。よし、生誕くじ皆さんありがとうございました。また自分で練って、まあていうか来年生誕くじがあるのか知らないんですけど、こんなん言ってなかったらごめん。本当トートバッグめっちゃシンプルなものになっちゃうんだけど、今まで出た缶バッジとかつけてください。あるかわかんないからごめん、いろいろ聞いたけどあるんかな。ねえ、うん、どうなんでしょうか。11月、いつアンケート来たっけな。怖っ。ありますように。あるか、あるよね、あるよね。ねえ、うん、帰宅した。あ、おかえりなさい。今日の余韻から抜け出せない、眠れない。私も絶対眠れないと思う。え、どうする、まだいける、みんなまだ喋れる。だって今日土曜日だよ。今日土曜日ですけど、じゃあ、うわ、メール送りたかったのに、ああしゃあない。じゃあ30分までね、30分まで喋りましょう。まだやばで、なんかあくびは出るんだよな。眠くない？あ、ほんと。うん、お誕生日おめでとう。おめでとう。フライング。え、確かにまだ早い気がする。知ってる、あなたの誕生日覚えやすい。ねえ、釣られてあくび出た。画面越しでも、やば、私のことめっちゃ好きじゃん。うん、あ、みんな味しめてるとか言わないの。言わないの。うん、せたくじあるか。うん、最後 S かわいいのスタッフさんに直接お礼言って帰った。なんかそう、イベント終わってからね、またイベントの話に戻るんですけど、イベント終了後、編集部の方がもう総出で、部長の方とかもいらっしゃってくださって、で、姫たんファンの人たちにすごい感謝されちゃったって言ってて、ああ、そうなんです、もうみんな熱くってって。うん、ありがとう、みんな。ねえ、はがきも皆さん、編集部の皆さんがね、もうしっ
かり見てくださってたみたいで、そうそうそう、その反響がでかすぎて開催してくださったんだって。なんか私、なんかこの連載ショールームイベントから始まったじゃん、この連載に続いてイベントも。でそこの最初の場面でなんかもうこういうイベント開催することって決まってたのかなって思って、それ聞いたんだけど、そう、あのファンの人たちにお礼がしたくってとのことだったので、もうすごいすごいです。どうしよう、やっぱりああいう雑誌のオフ会イベントって珍しいものなんですか？いや珍しい、なかなか聞かない、うんですね。なんかコラボグッズは販売とかはちょくちょくね、あの別のアイドルさんで、あのハロプロの方でコラボグッズとか出してたと思うんですけど、エスカワイさん、うん、こういう私の単独イベントっていうのは聞いたことがないはず。うん、だから本当にありがとうございます。さすがに今日もらったポストカードはハガキに使えないあのしかもあのハガキ用の裏面でもないからね、あの飾ってあげてください絶対使うなよね。いやもう本当に素敵な関係者の皆さん、スタッフの皆さんに恵まれて、ファンの人にも恵まれちまって、私はアイドル人生ちょっとうまくいきすぎてて、うん、どうしよう突き進むしかないよみんなね。去年の今頃がショールームイベントだったんですけど、ちょっと恵まれすぎてたな。だから怖いんです、このあとなんかどん底に落とされんのかなって思うくらいに、なんか最近ね活動が、うん、うまくいってて、それはあれですね、ファンの皆さんがめちゃくちゃに熱く応援してくれているからでもありますし、うん、環境に恵まれててね、いやーってなっちゃった、うん、リアルイベントってすっごいことだよ。それを皆さん叶えさせてくれました。時代来たかも、どうしようね。またね、Sかわいいさんも会えるようにもうめっちゃ宣言しといたのでもう約束しておいたので、またそれが叶うかどうかは私たちとね、私とファンの皆さん頑張んなきゃですね、うん、頑張りましょう。占いで見てもらったら私占い全然信じてないんだ面白いんだと思うけどね、うん、ねえ波が来ちゃった、はあどうしましょう。だから本当にね、あの11月入ってからすぐにこの告白心拍数の特典会が、握手会とトーク会がね全会場全完売させていただいて、残るところは1月分のツーショット会、土日2日分なんですけど、いやーこれちょっとまたね、この今日のイベントをきっかけでまた勢い乗って、またどん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 会いに来てもらえたらなって思います。目指すところは本当にツーショットも含めた全館以上全完売なので、うん、だからまた皆さんね、
なんて言うんですかね、頼ってしまうんですけども、もうこのショールームイベントもいっぱいよくしてもらったんですけど、まだちょっと貪欲にがっつりと行かせてください。よろしくお願いします。うん、今よ今。ツーショットも少なくなってる部があるからね。そうなんです。うん、結構ね、もう本当に数少ないみたいなので、だからまたちょっとこれ見てるファンの皆さん、これ終わったら覗きに行ってみてほしい。ミューも、うわ初見がいる、やっほー、興味津々になりました、ありがとう。青、お話しましょう。ねえ、嬉しいね。この勢い逃したらもう来ないと思うくらいにね。握手会トーク会も次は6分になりそう。あのさ、それ結構言ってもらえるし、私自身も6部全然やりたいんですけど、 SK のさ特典会ってさ6部とかあったっけ？それってさ AKB の時だっけ？ AKB さんと一緒にやってた時だっけ？6部まであったの全然覚えてないんだよね。ツーショットも追加するね、ありがとうね、本当によろしくお願いします。うん、確かに外部開催のイベントってなかなかない。いや本当にあんま聞かないよね。うん、まだまだやってやりましょう。でまた企画をやりましょう。企画してもらえるようにしましょう。あ、 AKB の時か、最大5部まで。いやーフル部数、いやー来ちゃったね。はあ、本当にちょっと飲み物飲みます。うん、はあ、はあ、うん、AKB さんが6部もあった。へえ、そっかそっか。選抜記念バンジーどう？嫌や、嫌や、 やよ。バンジーはロケの時に行きたいな、初めて。ちょっと勝手には行きたくないな。さすがに9時間握手会はどっちにしてもしんどそう。あ、9時間になる、あそうかな、休憩の部とかも取ってもらえたら。ファンの人もやばいだろうね。今でこそ一部から私の参加する最後の部まで残ってくれているファンの人たちもいっぱいいてくださるんですけど、ちょっとねさすがにね9時間はね無理だよね。うん、なしだわ。うんね、で5部だと2部くらい休憩の部取ってもらってるから7時間になる？どう？いやほんとすみません、もう本当に愛されてる。頑張んなきゃね、頑張る。お花を持って帰ってきたの。お花はね事務所の方にと一度滞在してもらって、また後日持って帰ります。ありがとうございました。お花も、うん、時は来たですね。うん、時来たかも。ね、7時間って1日の所定労働時間やばいって。だって来てくれてるあなたたちってお休みのせっかくのお時間使っていただけてるわけですから、今日もだけど土曜日ね。いや
6部あると体力より予算が問題という説いやいやいや体力もでしょうが。普通に9時5時の会社勤めのような労働時間ですねやばいよ。でもそうだねうん、そうだわ。すごいありがとうございます。しんどいと思うけどね、絶対しんどいよね。でもそのね、しんどさを上回る楽しみ作れるように私ちょっと頑張るわ。次は11月30日と12月1日なので楽しみ。ひひひ。好きなことは頑張れるな。ありがとう。私も頑張るからいいね。せっかくのお休みを姫たんと過ごせるなら OK。 本当に嬉しいな。過ごしましょう、ね、いい休日お互い過ごしましょう。1部2部取って3、4でサウナとか言ってたけど部数増えたからできなくなって逆に嬉しい。そう言ってもらえる。本当握手会もう本当に全て終わった後のサウナは美味しいだろうね嬉しい。わあ、なんか眠れないとか言いつつ、多分もうずっとね今日気張ってたんですよ。朝から朝ねまつげパーマ行ってきたんですけど気合い入れてそう早朝ね8時からそう開けてくださってまつげパーマのお店やばいよね。8時行きました。すごいんですけど、でもうずっと話すこととかガチガチに決めてたけど本番はそんな決めてた感じで喋れず、でもまあうまくいったので結果オーライなんですけど、もうずっとずっとガチガチだったから、でも楽しかったなぁいやーもうまたやりたい。それに尽きるかな。休みこそ姫たんに使いたい。そうなの。やばいよ大好きすぎる。もう超楽しみ。会いましょう早くね。早く休みの日になれ。あそう8時にまつげパーマ行ってきて今日7時起きやばいよね。握手会締め切り前に駆け込みで追加するのができないのが残念だけど、それはそれで嬉しい。もうねなんか多分本当にさこの2月の分とかもさ言っちゃえば3ヶ月後でほとんどというか結構の方が予定がわからないからまだ券取れないっていう方が多いと思うんですよ。まあ、それでもかけて券取ってくれてる方もいると思うんですけど、それでね早々に売り切れさせてもらうことは私にとってはすっごい嬉しいことなんですけど、ファンの人にとってはねちょっと残念なことかなって思いつつ、でもそう言ってもらえて嬉しい。うん。で私に会えないからって浮気はするなよいやね、現地で追加できたら一番いいんだけどね。かな。振りにしか聞こえない。
振りじゃないぜこれは。いやー、ちょ、もう最後だし頭取ろう。よいしょよいしょ。帰る時もね、髪の毛可愛くしてもらいました。もう本当に恵まれてて、うわっ公演終わりもこんな感じだよ、ヘアセットすると最後にライオン見せて終わりたいと思います。ハーマイオニーです。ハーマイオニー・グレンジャーです。ね、わあ、いい日でした。ハーマイオニーいい日でした。ちょっとインスタはね、またちょっと遅くなっちゃったので、明日ゆっくり載せたいと思いますね。わ、ハーマイオニー、ウィンガーディアムレビオーサ、ねえ、服も超可愛くなかった？ボサボサ姫たんもセクシーで大好き。これ、ちょっとそれは私のこと好きすぎてるかもしんない嬉しいけども、うーん、いい日だったね。ねえ、なんかお風呂入りたくないんだけど風呂キャン、お風呂キャンセル界隈ってこと？それはちょっとさすがになんだけど、ねえ、本当にもったいないふわふわ感がまたいい、本当ねえ。今日はいい一日だ。あ、ライオンみたいな髪色、確かに今のこの色落ち具合好きなんだよな。これはまたこれでいい感じ。メイクと髪型合ってる。え、これとこれとこれ、え、確かにね、ツーショットまでそれでいよう。あかんって、2ヶ月後あかんなあ。ね、お風呂入りましょうか皆さん。うん、ねえ、またいろんなこういうさ、おしゃれとか衣装を着れるのすっごい好きで、そのね、質問コーナーでも言ったんですけど、なんか次モデルになりたいなっていう思いが強くなった、そんな連載期間でした。みんなお疲れ様でした、ね、今から入る？うん、お風呂入りましょうか。わー、あ、そうだ、今日ね来てくれたみんなね、そう名前聞いてきたんだけど、またあの握手会の姫たん、アラの姫カレーンでまた名乗りに来てください。うん、絶対みんなと仲良くなりたい、よろしくお願い。もう顔は覚えたのちゃんとね、名前と顔一致させたいから、握手会トーク会来て、うん、今はツーショット会だけど、ツーショット会でも覚えるから、あるから、よかったらツーショット会遊びに来てください。で、あの座りがおすすめです座りのツーショット会、土曜日ね、11月11日、そう、ワンショット姫たん、もう俺私のショットいらないから姫たんだけがいいっていう方は座りがおすすめかな。うん、それだけ言っておきます。ねえ、おすすめの部、おすすめの部、なんか全部ね着てるものが違うんだけど、なんか気になったやつ
おいでよ。うん、結構ちゃんとしっかり衣装考えてるので、なんか気になるやつおいでよ、待ってます。ね、ほいでは、そろそろかな、あ、過ぎちゃってる。では皆さん、一日長かったけど土曜日ありがとうございました。単独イベント無事終了、またできますように。ではおやすみなさーい。ツーショット会よろしくね。ありがとうございました。おやすみなさーい。またねー。